天候で辛い思いをさせてしまいましたが、沖永良部島や屋久島の海や山や川でののびのびした生活はとても貴重な思い出です。先日林部さんの歌う思い出のアルバムを夫にも聞いてもらいました。目を閉じてじっと聞いていました。ああいい歌だね、あの子らの幼稚園の頃を思い出して涙が出るよと感激していました。いつも心に響く素晴らしい歌に元気をもらっています。ありがとうございます。これからも頑張ってくださいね、応援しています。メッセージありがとうございます。それでは思い出のアルバムお届けしたいと思います。Thank you.